ボリスラフ・ミハイロフは、ブルガリア、ソフィア出身の元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションは GK。ブルガリアの首都ソフィアで生まれ、1981年に、ソフィアを本拠地とする、レフスキ・ソフィアへ入団。ブルガリアリーグ、ブルガリアカップを、それぞれ3度制したほか、1986年には、ミハイロフは、ブルガリア人年間最優秀選手にも選ばれた。 その後も国内外のいくつかのクラブに所属し、1995年にはシカヒスロップの後釜として、クラブ史上最高額となる8万ポンドの遺跡金でレディング FC に加入した。ブルガリア代表としては1983年5月4日に行われたキューバ代表戦でデビュー。1990年からの6年間、1994フィーファワールドカップや、 u e f a u ロ9 6などの大会で代表キャプテンを務め、1998年9月5日のアルジェリア代表戦が最後の試合出場となった。代表102キャップは同国の最多出場記録であったが、2011年にスティリアン・ペトロフによって更新された。2005年からはブルガリアサッカー連合の会長を務め、2011年からは UEFA 実行委員会のメンバーとなった。2019年10月14日、ホームゲームとして行われた UEFA ユーロ2 0 2 4予選のイングランド代表戦において、サポーターによる人種差別事件が発生し、二度にわたり試合が中断された。この事件を受けて、首相のボイコ・ボリソフは、サポーターの行動を非難するとともに、ミハイロフの即時辞任を勧告すると、 翌15日に会長職を辞任した。妻は新体操の選手であったマリア・ペトロバ。息子のニコライ・ミハイロフもサッカー選手であり、イングランドのリバプール FC やオランダの f c トゥエンテなどに所属している。選手時代は頭頂部の剥げ上がった頭が特徴だったが、フランスにブリーグの FC ミュルーズに所属していた当時、1万ポンド以上を、 費いやして、頭髪の職務を行っている。ありがとうございます。